あ、こんばんは。とりあえずセーブしようかな。観葉植物だ、癒されるな。セーブしよう。もう3分、確かにもう3分過ぎてるから。こっから出れる。意を決して外に出る。出ようか。まだここにいる。あ、ムービー。待って、このコインを。よいしょ。びっくりした。あ、燃えてる、燃えてる。コインに沿って。え、何、こっち見てる？あ、違う。動けない。あ、怖ー。あ、やばい。危ない危ない。あ、ちょっと待って、落ちた。びっくりした。あそこに逃げ込みましょう。わかりました。なんだこの下水道みたいな。あ、調べよう。入ってみよう。っていうか、おんぶしないといけないのか、この人常に。あれ、こっちでいいの？進むの。太郎負けるな。あ、コインがある。体重何キロか気になるって。何キロくらい。でも普通の女性って多分、危ねえ。50キロぐらいはあると思うから。ちょっと待って、どうなってんのこれ。あ、こっちか。あ、来るな。ひゃーん。避けるたびに手が光る。あ、待って、調べてみる。先に進めない。よく調べよう。進めない。もう少し調べよう。なんかありそうだよね。なんもないのここ。これは、おお、埋蔵金。すべて持っていく。896万円手に入れた。やったー。ひかりさん、おやすみなさい。あ、所持金100万達成した。もうここには何もないようだ。やったね。そのためにあの足をこんな踏み鳴らしてくれてたのか。はしご登ります。もうこれで服修理し放題だな。お、ウルトラマンが飛んでったぞ。とりあえず目の前のコインに向かってまっしぐら。そこのコンビニを、あ、ここか。なんか一回来たな。いらっしゃいませ。ピーポー。いらっしゃいませってすごい。ちょっと待って、セーブしとこ。ウルトラマン、もうちょっと頑張ってくんないと。よし、これで、あ、あの人、おいでおいでされてる。まるで下水道のような。下水道から来たからね今。あー、え、1、10、100、1000万、10万、918万持ってる私。だいぶ持ってるな。食べ物しか買えないのか、ここ。
待って、トイレ行って髪型変えようかな。せっかくなんで。今の状況に合わない曲だよね。あ、もしかして、いや、さすがに用は足せないか、ここで。ツインテールにしたけど、あれだな、帽子で見えないわ。まあいいや。どうすりゃいいんだ。どうした。いらっしゃいませ。とりあえず向こう行こうか。オーケストラフェスティバルね。え、編集長。向こう島くん。あ、編集長、すみません、先に逃げてしまって。こんな状況だから仕方ないわ。でも無事でよかった。お、なんだ。花にら町の方で巨人が出たようだな。編集長は無事か。無事です。今近くのコンビニに避難しています。よかった。そうだ、さっきのお前からのメールに WP が壊滅したと書いてあったが、奴ら壊滅なんてしてないぞ。ついさっき武藤ってやつと出くわしたやっぱ生きてるじゃん武藤。まだお前を捕まえるつもりだぞ。ツインテール、せっかくツインテールにしたのに帽子で見えない。W&P が壊滅してないなんてどうしよう。ドロッタエル、武藤のやつめ、今だったらギタギタにしてやる。それは大変。今から三なしに行きます。これだな。今からじゃあ行きます。それは大変。編集長助けたし、今から水なしに行きます。 WP を侮るなよ。早く水なしの山吹ビルにいる男に会いに行くんだ。おう。 WP がまだ追ってくるなんて。水なしの山吹ビルに行かないと。ここまでありがとう。あとは私たちで何とかするわ。何とかしてください。水なしならここから相当くないわ。このコンビニを出て交差点を南に曲がった先よ。あ、もうそんな近くまで来てたの。足は大丈夫なんですか。 はい、僕が編集長を助けていきます。え、大丈夫。気をつけて、またどこかで会いましょう。カゴ持ってるあれ、カゴ持って、なんかすごい鼻の持ち方変じゃない、なんかまあいいけど、さあ行くか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。普通に店員さん何も言わないんだね。まあ非常事態だからかな。とりあえず行くか。水なしとやらへ。あ、お疲れ様です。あ、やばい、見てなかった死んだ？これ死んだ？あ、違う、避けれたのキューン。あっちでいいのかな。なんだ？私はコインが欲しいだけなんですが。あ、お尻が、ウルトラマン。大丈夫か？おう、まだやれるぞみたいなでは頑張ってください、ウルトラマンさん。こっちから行けんのかな。行けないな。おい、燃えてますけど。どこだ、道はどこだ。え、やっぱここ。いや、違うか。どうやって向こう行くんだろう。どっかから登れんのかな。ここ登れない。すごい車が、 あったあった、道が。なんかめっちゃ車飛んでくるけど、怖っ。あなた早く逃げた方がいいですよ。あ、こっちか。すげえ燃えてますけど。
見えない。これ、これ避けんの無理じゃないの。待って待って待って、見えない。あった、道。待って、コイン。いけたいけた。浄化された。全てを踏みにじる圧倒的な影。終わり。ワンナップしたね。ヨスさん、おはよう。ゼロか。巨大宇宙人週刊虚栄編集部がなんかあるかな。スキンヘッド、猫のひげ、猫のひげ、よし、セーブしよう。さあ、次のステージだ。はい。待ち合わせの場所、大塚さんに言われた男の人に会うためこの町にやってきた。彼の力を借りればあの物騒な WP コンサルティングの連中を撃退できるらしい。なんか強そうだったもんね、あの人。龍が如くのあのなんだっけ、主人公名前忘れたけど。3体のウルトラ戦士によってベリアルは封じられたのであった。そして豚鼻卒業するよ。猫ひげにするわ。猫ひげもなんかおかしそうだけど。彼女が服装や髪型の変更に応じてくれるかもしれません。へえ、ユキの服装、そうなんだ。あ、ユキの服が変わるのか。へえ。大塚さんが言ってた山吹ビルはもうすぐね。そうね。この先のサンサルを右に曲がった向こうの交差点の角にあるはずよ。そこの屋上で待っているのよね。行きましょうか。行こう。さあ、まずは猫ひげあった。あ、猫ひげ、あ、こんな感じ。多分ね、メガネを外したら普通だな。怪しい。あ、こっちの方がいいな。スターメガネ、スターメガネにするか。あ、いいんじゃないこれ。空より舞い降りるなんちゃらかんちゃら。グルニャン、久しぶりにね、素顔が一瞬だけ。今なら落ち着いて話せる。あ、変えられる。カジュアルレジャー系服装、職業制服フォーマル系、特殊なコスチューム、特殊なコスチュームってなんだ。あ、これいいじゃん。あー、ユキが、あ、そうか、私が持ってる服をなんか着てくれるんだね、ユキちゃん。へー、私もユキとずっと一緒にいたい。また着替えを。髪型も変えられんの。
なるほどね。変態路線。トロはちょっと癒しでユキちゃんにねあげとこ。なんだ、あお、これは。あれ、メールがめっちゃ来てるぞ。気をつけてね。いや、これ見たな。無事か。これさっき見たね。あ、返信。これなんで返信してないことになってんだろう。まあいいや。ゆきさんにもよろしく。メール返信しとくか。どうしよう。どうしよう。どうしたんだろう。え？ゴミ袋でかくないこれ。あ、しかも動く。何これ。これ何？ゴミ袋なの？死体とか入ってないよね。飛んでった飛んでったゴミ袋。何これ面白。え、これゴミ袋なのかな。これなんかトロフィーないのかなこれ。イエーイ。まあいいや。胃袋サッカー。あ、ここ入れんじゃない。あ、やっぱり人んち侵入しよう。イエーイ。ゲット。土足で水菜牛乳。水菜牛乳上に上がれる。あ、いけた。なんかあるな。コインがあった。あった。え、なんて書いてあった。ベランダから空を見上げる。何あれ。なんだ今のは。すごいなんか古いアパートだね。え、中に入れんのこれ。あ、びっくりした。形見のイヤリング。返した方がいいですよ。私がこっそり返しておいてあげましょう。牛乳屋さんの奥さんね。オッケー。元気玉。ちょっと待って、形見のイヤリング装備できるんじゃん。形見、あ、これか。装備した。装備したら返せなくなっちゃうのかな。装備しない方がいいか。ちょっと待って、こっちにしとこう。牛乳屋さんの奥さんね。あ、びっくりした。そう、これで安心ね。牛乳屋さんの奥さんね、どこにいるんだ。あ、ゆきちゃんが持ってる。そこに立ってる人って牛乳屋さんの奥さんかな。返そう。なんだって？店の前に落ちてただって？
見つかってよかった。お礼、あ、ゆで卵すごいゆで卵くれるな。あ、セーブポイントがあるぞ。まあいいや、そんな進んでないし。現在身につけてる、さよなら。待って、まあいいか、セーラー服とりあえず先に進むか。あー、ちょっと待って、見てなかった見てなかった。今バンドエイジが喜ぶ。わー、来たぞー。逃げられると思うなよ。あ、また来るじゃんこれ。行きましょう。ちょ、なんかビリっていったけど、普通に引かれる。待って、これオレンジジュースかよ。よしよし、見えない、メーターが見えないぞ。やば、よいしょ。よし、天心柱、オッケー。待って、スタミナがないぞ。なんか来てるぞ。おお、ちょっと足で見えなかったんすけど、なんだ。ああ、来てる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 。あ、ここ通ってくべきだな。こっちよ、こっちよ。え、あ、エヴァ、びっくりした、今チューすんのかと思った。雪の息遣いが耳元で聞こえる。さあ屋上に行こう。耳元で好きだとささやく。泣いてるの、ゆきちゃん。何も言わずにゆきを追跡者たちに差し出し屋上へ向かう。屋上行きましょう。さあ屋上に行こう。ごめん、いろいろ思い出しちゃって。あなたは私のこと忘れないでね。どういうこと？ユキと接近しちゃったの？あ、セーブ。キュイーン。ハードインパクト。あ、いた。バカ、追われているとは聞いていたが、追われて奴らを連れてくるとはな。あ、あ、アスカこれは藤原さん、なぜあなたがここにいるんですか？捜査の一環だ。彼女らはお前たち WP コンサルティングの尻尾をつかめる情報を知っているそうなんでな。捜査？警察の人なの？私はてっきり。何これ、私は最初から警察の人だと思っていたわ知ったかですねこれ。物騒な職業の人かと思ってた。てっきり物騒な職業の人だと思ってた。俺の得た情報だと、お前ら
彼女の異変を呼ぶ力を利用しようとしているらしいな。何、私にはやはりそういう力が。よく調べましたね。それで、お前たちの会社は兵器の斡旋が本業だろう。俺はそれとは違うしのぎじゃないのか。確かに後ろですごいこと起きてるのに。なぜこんな危険を犯す。冷静に喋ってる。WP コンサルティングの社長、神尾の真の目的は何だ。そしてお前たちの会社の出資者であるアメリカ M 社の目的は何なんだ。いや、失礼。それなら神尾本人に聞けばよいでしょう。ただあの人は専務である私にも本当のことは言いません。あ、来た。あやな。お前も飛ばされる。じっとしてろ。わかりました。あ、トロが、トロが。安心してください。彼女は無事です。我々の目的はあくまでもあなたです。あなたが我々に協力してくれれば彼女は解放しましょう。何、トロを返せ。あなた一人で交渉に来てください。その藤原という男がいると話がしにくいのでね。あ、トロ。消えた。彼女は奴らに連れて行かれたよ。マジかよ。彼女とはもう長いのか。いや、幼なじみ。知り合って3年、知り合って3ヶ月、昨日初めて会った。まあ知り合って3ヶ月かな。いえ、知り合って3ヶ月くらいです。そうか。奴らの目的が君だというなら彼女は無事だろう。力になれなくて悪かった。本当だわ。こんな苦労してきたのに、どっか行っちゃったし。え、それで終わり。あなた、それで終わりなんですか。空より舞い降りる巨大な影。終わり。はあ、お疲れ様。使徒のプレッシャーでもろかぶりするくらいね、近い位置なはずなのに。なんかあるかな。天狗の面。天狗の面か。つけるか。これ何に入るんだ。マスクに入るのか。いや、でもな、全部覆われちゃう。メガネも覆われちゃうから、ちょっとこのままにしとこうかな。セーブしよう。なんか今のところ影たちはさ、ウルトラマンとかエヴァとか、なんかちょっと空気みたいになってきてるよね。なんか大筋のその人間ドラマの背景でなんかすごいエヴァがね戦ってたりとかしてるみたいな。まあどうなるんでしょうね。次進もう。世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出す手